エバラ製作所。株式会社エバラ製作所は、東京都大田区羽田朝日町に本社を置く、ポンプタービン等の風水力機械、浄水設備、排水処理装置等の環境装置、設備等を製造する企業である。エバラとも呼称する。東京証券取引所一部上場。1912年、大正元年の創業以来の主力製品である、ポンプを、主として、送風機。 タービン、冷凍機、空調システムなどの風水力を媒体とする機械製造において世界トップクラスの高い技術力を持つ。また、風水力機械製造において培った技術を活かし、半導体や電子部品の製造に必要な真空ポンプ装置や CMP 装置、メッキ装置、さらには原子炉冷却剤循環ポンプなどの製造も行っている。 ポンプ製造から発展した上水道と下水道の水処理施設やゴミ処理、廃棄物処理プラント等の環境装置、設備の設計コンサルティング、建造設置等を行う環境エンジニアリング事業も営んでいる。この他にも燃料電池やバイオマスなど環境負荷を低減する技術開発、事業化に注力していたが、環境エンジニアリング事業は2009年、 平成21年度に子会社と事業を統合する形、水処理事業と未処理事業の2社に集約で分社化し、2009年平成21年5月には燃料電池事業からの撤退を発表するなど、環境関連の事業の大幅な再編を行っている。2013年平成25年3月期の連結売上構成は、 風水力事業71.7%、エンジニアリング事業12.3%、精密電子事業15.6%である。本社を含む羽田事業所の老朽化に伴い、本社の港区への移転が計画されていたが、2000年、平成12年に発覚した富士沢工場のオキシン流出問題で計画が頓挫し、移転予定地をリクルートコスモス、現、 コスモスイニシアへ売却した。藤沢工場、現在の藤沢事業所は、藤沢飛行場の跡地に建設された。2007年、平成19年には、羽田の同社敷地内に、首都圏の拠点を集約する本社ビルを建設し、2008年、平成20年4月より利用が開始された。なお、近年の業績不振の影響を受け、 本社ビルを含めた羽田事業所の土地、建物を大和運輸に売却している。工場は千葉県富津市の富津工業団地に移転し、本社ビルについては賃借にて使用されている。大和は当地に羽田空港隣接地であることを生かした一大物流拠点、羽田黒のゲートを設置した。しかし、旧工場の解体、引き渡し後に、石綿、 アスベストを含有するスレート片が敷地内に混入していたことが発覚し、契約の庇護に当たるとして、追加の除去費用として、ヤマト運輸によりエバラ政策への損害賠償訴訟に発展し、クロノゲートの稼働開始が遅延するトラブルが発生した。2016年4月、東京地裁は、ヤマト運輸の訴えを一部任用し、約85億円の請求のうち56億円。 あまりの賠償を江原製作所に命じた。江原製作所は判決を受けて石綿を満有するスレート編は東京都心や近郊の公園など100カ所近くから発見されており、判決が確定すれば相当数の土地の土砂を廃棄物として処理する必要が、生じ、不動産実務や建設実務に及ぼす影響は多大であるとして控訴するとコメントしている。 社名は、株式会社としての創立時の本社及び工場が、東京府江原区に品川町、現在の品川区に置かれていたことに由来する。ニコン洋館と同様に、株式会社本宮、大田原氏が、開発、製造を担当し、江原製作所へ、OEM 供給する洋館を、社内売店で販売している。こちらは、江原洋館、江原一口洋館という、 商品名である。旧羽田工場は80年代後半の稼働停止、解体の時期、テレビドラマ、映画のアクションシーンが問題なく撮影できる、都内有数のロケ地として、頻繁に使用されていた。主要代理店の一つである、エバラ実業と株式を持ち合うが、劣気とした別会社である。エバラ製作所は、かつての第一管銀グループの一員だが、エバラ実業は、 どの企業グループにも属さない、独立系の企業でる。また、エバラ商事は、資本関係はないものの、エバラ製作所の代理店として、創業し、主力代理店の一つとして活動している。2000年、平成12年3月23日に、藤沢工場にある自家用廃棄物焼却炉。現在は、撤去済みからダイオキシンを含む、スクラバー排水が未処理のまま。 引き地川水系稲荷山水幹線に排出され、引き地側が汚染されていたことが、神奈川県藤沢市の調査で発覚した。原因は、排水管の誤接続であった。環境基準値の8100倍という高濃度の大オキシンが7年5ヶ月にわたり流し続けられた、ことら、河川、魚、地下水や流域の市民の健康被害などが心配されていた。事件発覚直後には、 引きち側川口の釘沼海岸で予定されていたサーフィン大会が中止となったり、川口付近の漁業、観光関係者に影響を及ぼすなどの被害も発生していた。5月31日には引きち側の魚類の摂取以外で健康に影響が生じる恐れはないという判断が環境庁から出された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。